はい、こんにちは、エンジンプロスタッフの羽生和人です。今回はですね、プライムモニターの、暴走ガエル、エンジンの暴走ガエルの実調、そして解説を、こちらですね、千葉県暴走リザーバーの一つ十津良原ダムで、ご紹介したいと思います。というわけで、これからまず実調の方に行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ブクブクじゃん、なんて夜冷えてねえのよ、別にターンしてみたいになってよいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。暴走ガエルのダウンショットですね。よいしょ、よいしょ。まだ泳いでますね。はい、それではですね、エンジンの暴走ガエルですね、こちらについて、まあ、ちょっといろいろとご説明をしていきたいと思うんですけれども、まあ、まず暴走ガエルを作った、経緯ですね。まあ、名前の通り暴走リザーバーで、開発したルアーなんですけれども、もう遡ること10年近く前ですね。まあ、もともと暴走リザーバーって虫ルアーが結構1年を通して釣れる、冬も釣れるんですね。パワーフィネスでの釣るしとかで釣れるんですけれども、やっぱ暴走リザーバーで釣りしてると、まあ、もちろん1年中釣り、虫がいるわけではないんですけども、よくよく見てると、まあ、カエルを食べてると。で、寒い時期にはやっぱりちょっとカエルは鳴いてるので、あ、これカエルと思って食ってんだなっていうところがスタートですね。でその後エンジンでブーンというルアーを出して、虫ルアーなんですけれども、ワームですね、それの白が強烈に釣れたんですよ。ぶっちゃけカバー際じゃなくても岩盤からちょっと泳がしてきて普通にこうドッグウォークさせてても釣れてて、圧倒的に白が釣れたんですけど、なんでかって考えてたらカエルの腹、カエルの腹が白いんですよ。そっから、あ、もうこれは完全にシルエットをカエルに乗せたルアー、似せたルアーを作った方がいいな。ということで、開発したのが暴走ガエルですね。結構でも今日沖だな、食ってんの。バンクで食わねえな。さっき向こう側で外れたと思ったらやっぱバスだな。全く同じポジションで食ってきてるわ。今な、当たった、 100% 当たった。よいしょ、網にも使っとくか。よいしょ、
超元気よいしょカエル泣いてますね。あ、考えるとしたらやっぱり赤ガエルか、あとはまあアマガエル系、あとはモリアオガエルとか。牛ってな音じゃないと思うんで、その辺だとは思います。ダウンショットならやっぱり来るんだな。ボールスピードの違いか。うん、今のは食いましたね。合わせらんなかった今のは無理やっぱ土バンク食わねえんだな、完全に硬いとこだな。うい、こましきましたね。で、素材的にはエラストマーです。耐久性のあるエラストマーに塩、塩を入れて、エラストマーってエラストマー素材の塩なしだと強烈に浮力が高いんで、塩を入れることによってちょっと沈み込ませてあげる。そうすると本物の、カエルとか、あとはベイトフィッシュ系のワームだったらベイトフィッシュ系のこういうなんか水なじみの良さが出るんで、エンジンのエラストマールアーは、全て塩が、入ってます。で、暴走ガエルはあとはそのね、柔らかい、結構バスルアーのエラストマー素材の中でも柔らかいので、ただ水の上に浮かべておくだけで足が垂れ下がって、こう揺れてバスに対してアピールしてくれるっていうのが特徴ですね。でも暴走で作ったルアーなので水押しの波動としては弱めです。で、なんであえて弱めにしたかっていうと、実際にカエルを食べてるところをずーっと観察してると、本当に超濁ってる中でもカエルとこう愛字なんですよ。足をキックしてまっすぐにしてスーッと行って、その愛字アクションにバスが下からバーンって取って突き上げてくるのを何度も見て、あとはもうゴミのところにカエルがこう休んでる状態、こういう風によく休んでるんですけど、これに対してバーンと突き上げて捕食してるのを見てるんで、なるべく本当のカエルに寄せる、かつプレッシャーの高い暴走でも見切られないようになるべく、波動も本物に近づけた。あと一つ、大きな工夫としてはエラストマーのルアーってやっぱ乗らない、いやフィッキングが難しいっていう話がよく出るんですけど、暴走ガエルは腹に大きなスリット、こうバスが食った時にこうなるんですよね。こうなって針が出る。今回、まあ、実調でご覧いただいた中でも本当にバスがこう、あ、カエルの開きみたいにフッキングしてるシーンが、何回か出てくると思うんで、それをよくご覧になっていただきたいんですけど、こう開き状になることによって確実にフックがこういう開いた状態になるんですよ。いや、折れ曲がりやすいんです。裏がスリットが入ってることでこう折れ曲がりやすいんで、針が出やすくて、かつフッキングの邪魔をしないんですよ。タックルセッティングがうまく決まれば出たバスの9割以上は確実に取れます。もうそれで取れないのはやっぱり水温が低くてバスの活性が低いとか、
プレッシャーが高くて食い込みが弱いっていうところぐらいですね。でダウンショットとかで使えばほぼほぼ腹筋するんで、その理由はここにあると。やっぱ冷えるともう6月近いって言ってもやっぱ食いちぶるんですよ。明らかに朝から水温がガンガン上がる方がやっぱ食いますよね。本当はこれ20センチでも減衰したら入れ食いっすよ。やっぱ奥に魚入っちゃうから水が高いとちょっと釣りづらいんですよ。今のすごかった。なんで今の入れた瞬間に引っ掛かってったぞ。うわぁ、一回だけだ。かわいい。何気にこのサイズが一番掴みづらい。暴れるから。このストレッチ食わねえんだな。これはでも食わなかったもんな。あ、ちっちゃいな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと水がいいなと思ったら釣れましたね。バレた。ホールで食ってるんですよ。全部。だ、落ちていくときに食ってる感じですね。でも逆に釣れるとこと釣れないとこが明確でいいっすよね。わかりやすいし。めっちゃバスいる、ここ。なんだこれ。10センチぐらいのが鬼のようにいます。うん。いや、ちょっと10センチぐらいのがつついたんだと思う。っちゃうんだけど。よいしょ、うわー、よいしょ。エレキ踏んだら下にバスいっぱいいて、ブワーッとフィーディング入ってったんで、それに向かって何だか食いました。
で、今何本かボイルしましたよ。こっち綺麗。すごい綺麗。で、まあ、どういったリグで使うのっていうところなんですけれども、一番基本となるのは、ノーシンカーですね。要は、表層です。本物のカエルが泳ぐような、スー、スー、スーってアクションで、水面で誘ってあげるノーシンカー。これが最も基本となります。この際のフック、もうまとめてタックルセッティングをお話ししてしまいますけれども、この際のフックは、スーペリオの CO フックの4番。4番を使います。4番がベストマッチするように作ってます。で、ロッドは僕は6フィート4インチの ML のショートソリッドの、パワーフィネスじゃないんですけども、まあ、ちょっと強めの虫ロッドみたいなものを使っています。で、リールはハイギアの2500番で、これは P ライン 1.25 直結ですね。4本 L の P ラインの 1.25 直結を使用しています。で、まあ、なんで硬いロッドを使うのかっていうところなんですけど、まあ、オーバーハングの下とか、オープンウォーターの岩盤際とかをやるんだったら、L の竿とかでも全然いいと思うんですけど、今度、防層とか、あとは例えば、野池とか、カバー越しには吊るしをすることが結構あるんですよ。その際に、ロッド2本持ち歩いたりとか、ボートに積むのは、どうしてもやっぱ邪魔になってしまうので、1本、ちょっと張りのある、虫ロッドに、P ライン、ちょっと強めを、組み合わせてあげることで、表層、オープンウォーターの表層もできるし、吊るし、いや、パワーフィネス的にも使える。というところを意識して、こういったタックルセッティングをします。だから、CO フック、要はカバーオフセットですね。太軸のオフセットを使う理由もそういうことで、ちょっと強めの針にしとかないと P1.25 直結フッチングした瞬間に伸びてしまったりとか折れてしまったりするんで、ちょっと太めの、針を使ってます。で、十分打ちますし、フッキングが決まります。ただ肝としては針先をちょっと開いてあげる、プライヤーで使う前に開いてあげると確実にフッキングするんで、これは必ずやってあげてください。で、今回最も使ってるルアー、リグですね、まあ、エンジン的にはケロダンって呼んでます。暴走ガエルのダウンショット、カエルのダウンショット、ケロダンって呼んでます。もともと表層用で作ったんですけども、やっぱりユーザーさんから、まあ、沈めてかなり釣れるっていうのはずっと聞いてて、ただ僕がもともと表層が好きなんでずっと表層やってたんですけど、まあ、試してみたら、まあ、びっくりするぐらい釣れたと、まあ、なんでこんな釣れるんだろうと思ったんですけど、一番はフォールですね。で、まあ、セッティングの先にお話してしまうと、針はこれ LO フックの、これ2番です。さっきのは CO フックの4番なんですけど、CO と LO で針のサイズ感がちょっと違って、これは LO フックの2番を使ってます。で、重りは 2.7 です。2.7 か 3.5 ですね。それ以上軽いと、こうなんつうのかな、カエルがこう潜っていくような、泳いでいくようなアクションがちょっと出なくなるんで、基本はもう 2.7 と考えてください。で、リーダーもこんなもんですね。まあ、10センチ、15センチもあれば十分だと思います。で、使い方は基本的には、もう岸際、バスがいそうなところに投げて、カブホール。で、ボトムつく。バイト出る。で、バイトが出なかったら、またちょっとこうスイミングさせてあげて、カブホール。バイト出る。の組み合わせです。要は、1点で、シェイクして誘うんではなくて、水の中でカエルが泳いでる姿をイメージして使ってみてください。これはボートでもおかっぱりでももう全然一緒です。で、バイトは結構明確に出ます。で、逆にこれを作ってよかったなと思うのは、あえて波動が弱いというか、ナチュラルに作ってるので、プレッシャーがかかった状態でも釣れるんですよ。やっぱ強波動のルアーって、プレッシャーがかかったりとか、要は何つうのか、ベタなり、ピーカンベタなりっていう日って、どうしてもバイトが遠のくんですけど、これは本当に普通のワームのライトリグをやってるような感覚でバイトが出るので、もう一年中ですね、1月から12月まで。本当に真冬のディープのダウンショット。その時は普通にもうこうシェイクっぽく使ってもらいたいんですけど、フッキング重視で、あえてマス張りにする必要はないです。LO フックの2番で、今まで散々やってきて、バイト出たものは、
100% 近く乗ってるので、真冬だからつって、マスバリにする必要はないです。逆にマスバリにするとルアーがこう変に立っちゃったりするんで、逆にバスからすると不自然になっちゃう可能性があると思うんで、オフセットフックで微妙な漂いを加減を、演出してあげてください。ちなみにロッドは、6フィート、スペルバンドコーナー6フィートの SUL の ST、ソリッドティップですね。まあ本当にダウンショットロッドです。完全ダウンショットロッドですね。で、ラインはフロロの、今日は4ポンド使ってます。なんで4ポンドにしたんですか？ちょっとまあカバー際、ちょっと水位が高くて、カバーの近く結構投げると思ったんで、4ポンドにしますけど、まあこれはもう本当にフィールドに合わせていただいて結構だと思います。暴走だったら基本的にはもう3でいいです。3か 3.5 でいいと思いますけど、基本的には僕は3ですね。ただ今回は、カバー際投げるんで4を使いましたけど、操作感で言うとやっぱ3の方がいいかなと思います。だから、ダウンショットロッドに、3ポンド。ハイギアのスピニングリール、LO フック2番で 2.7g。もうこれ鉄板です。もう、ボートでもおかっぱりでも、どこでも釣れると思います。まあそれぐらい、今、一押し、エンジン的一押しリグですね。キャロダンです。これちょっと、なんだ今の雪の上で来た、あ、さっきボールしたやつか。よいしょ。綺麗に出たな。ここら辺めっちゃバス多いっすね。びっくりする。餌が多いんだろうな、明らかに。ゴミの下。ボイル、ボイル、後ろ、ボイル。餌が多いんだな、ここ。あ、今出た。おいおいおい。よいしょ。1日お疲れ様でした。千葉県の、戸面原ダムで、1日ぼ、暴走ガエルですね。エンジンと暴走ガエルを使って実調してみました。まあ、ちょっとサイズがね、出なかったんですけども、まあ、戸面原の、アベレージサイズが、たくさん遊んでくれて、かなり楽しい兆候となりました。まあ、今回ご覧いただいたようにですね、まあ、沈めても表層でも、暴走ガエルは、しっかりとバスを呼んでくれますので、プライムモニターでね、当たった方、ぜひ普段行かれてるフィールドで試していただければ必ず釣果につながるルアーだと思いますので、ぜひ暴走ガエルを試してみてください。というわけで、今日は一日ありがとうございました。お疲れ様でした。で、あと2つぐらいちょっとリグご紹介したいんですけど、もう一つジグヘッドです。ラウンドジグヘッドに、暴走ガエル刺しただけですね。暴走ガエルの場合は1.8g、 この場合は 1.8。 ダウンショットはこう下に潜らせる、アクションをさせたいんで 2.7、 ちょっと重いも使ってますけど、これは中層をただふわふわふわっと泳ぐカエルをイミテートするんで 1.8 でいいです。で、さっきのはキャロダンで、これはミドストじゃなくて
ケロスとでエンジン的には呼んでます。まあ、使い分けとしては騎士ギは、ちょっと早いアクション、あとボトム取りたいっていう時はダウンショット。ただ明らかにバスが浮いてる、ローライト、岩盤際、立ち入りの間、特に夏、これが夏ですよね、夏立ち入りにバスがサスペンド、あと橋脚とかにバスがサスペンドします。その際は、ジグヘッド、もしくはスモールラバージグに、セットして、スモールラバーも 1.8g でいいと思います。セットして、そういう縦ストラクチャーの向こうに投げて、そのままこう本当にアクションミドストと一緒で大丈夫です。ミドストと同じ感じで泳がせてください。バスがガンと本当に本物のカエルを食べるようにひったくっていくんで、ぜひ試してみてください。で、この際のタックルセッティングですけれども、僕の場合は、スペルバウンドコアのミドスト専用ロッドですね、 64XUL で、ラインは、僕シンキングの P 使ってます。シンキング P の 0.4 で、リーダーはフロロの4本ですね。で、ごめんなさい、僕ミドストもハイギアでやっちゃうんで2500のハイギアを使ってます。出しどころとしては基本的には春から、秋まで、やっぱ真冬は、魚が沈むんでちょっとジグヘッドのスイミングだと釣りづらいかもしれませんけれども、それ以外の時期は、反応があるんでぜひ使ってみてください。特にローライトの時とか、あとは夏ですね、やっぱ夏ですね、バスが浮く時、めちゃめちゃ釣れるんでぜひ試していただきたいなと思います。そして最後ですね、カバーです。まあこれは結構カエル使ってる人多いと思います。ジョイントのジグですね。もう全国的にメジャーだと思います。ジョイントのジグに変える。で、僕の場合はこれでカバーを打ちます。中層の釣りはダウンショットと、ミドスト、ケロストですね、ケロダウン、ケロストで、やってしまうんで基本的にはカバーを打ちます。夏とかあとは立ち木がきつい時の、そういうスポットだけはこのジグ系のジグのセッティングで泳がせることもありますけれども、基本的にはカバーを打つためにセットしてます。で、ちなみにこのジグなんですけど、僕はこのジョイントタイプ、スプリットリングになったやつですね。これの方が自由度が高いんで、ルアーがこうしっかり泳いでくれる、泳いでくれるし、フッキングした後にやっぱり自由度が高いってことでバレにくいって感じてるんで、僕はこのスプリットリングタイプが好きです。で、もうウェイトはこれ 10g なんですけど、5g も使いますし 3.5g も使う。だからパワーフィネスセッティングでやるんだったら下は 1.8 から 2.7、3.5 で、そこから上は5から 10g まで、まあ、ベイトで、やっていただければ、針が基本的にこのタイプは変えられるので、ウェイトはもう自由自在にカバーの濃さ、魚のレンジで使い分けていただければとは思います。本当にカバーに落としてシェイクする、中で踊らせる、それだけで十分魚を呼んでくれます。ちなみに僕がメインとしているのは、MH の、65MH のロッドにフロロの14ポンドで 10g、 これが基準です。まあ、エラストマー素材ということで、浮力があるのでちょっと重め、気持ち重めのやつを使ってあげた方がいいと思います。あともうカエルがこう落ちて引くときに、軽いシンカーだとなんつうのかな、やっぱりこれもダウンショットと一緒で足の動きが出ないんで、ちょっと重めにしてあげた方がしっかりこうボトムに向かってカエルが泳いでいくアクションができるので、バスが反応してくれやすい傾向があるかなとは思ってます。まあ、このカバー打ちは冬でもカバーに魚が入っていれば一年中有効だと思うので、ぜひ試してみてください。